そして、いつの間にか朝になった。ダンが死に、一体何をやっているんだ。こんな朝早くに。待ってくれ。春が険しい表情で入ってきた。急にどうしたんだ。やられたよ。やられた？今朝方。エルガートなのか？おそらくね。警察は？それだけだね。と言った方がいいか。なぜ？殺害予告があったわけじゃない。どうにも危険が迫っているかもしれない。教えてくれる？分かった。君もね。レオの父親も標的であることを思い出した。レオに電話してみるか。こちらコリンズです。レオか？サブロ、どうしたの？突然ですまない。どうしても。俺はレオに事情を説明した。レオは事情をすぐに理解し、余計な質問をすることもなく俺を信じてくれ。分かったよ。庁舎の方にいると思うよ。連絡はしておくから。オンに切るよ。いいんだ、俺の父の方だろう。そうなるように願ってる。こっちは任せて。電話を切った。レオの親父さんに会いに行こう。俺はニューヨーク市庁舎へとやってきた。見るだけで圧倒されるな。吹き抜けが気持ちいいな。少し時間がある。
ほう。なるほど。親父さん、シルバースノー出身だったのか。こっちだ。レオ、いた方がいいと思ってさ。悪い、助かる。父が待ってる。ああ、俺たちは執務室へと向かう。少し待とう。ああ、わかった。少し待とう。どれどれ。なるほどな。ほう。そうか。レオの写真？これってレオか？そうだよ。7歳の時に。さすがレオ。自慢。ね、ん？その時、不意にドアが開いた。そうでもなかったよ。7年もかかったのだから。その時からだよ。きっかけというものは大切だ。そうですね。ああ、よろしく。随分と優秀らしいな。いや、そんなことは。予定が詰まっているのでね。さあ、わかった。カレン・パーセルはご存知ですか？みんな知ってる。あなたとの関係は？ないな。そうですか。他に何かあるかね？バニスター司祭のことは知ってますか？知らんね。確か前に言っていたの。失礼じゃない。忙しすぎなんだよ。そういうわけだよ。バニスター司祭を知っている。忘れていたようだけど。なるほど。挨拶をする程度だ。他に
何かあるかね。名前に心当たりは？知らんね。そうですか。そろそろ出かけたいんだが。もう一つ、エルガートは死の報いを受けるべき者のリスト。外出は控えた方がいい。予定は変えられんよ。それでは外に案内しなさい。はい、父さん。ああ。すっかり夜になっていた。来てくれたのに。ああいう父なんだ。レオが謝ることじゃない。協力させてくれないか。しかし父の命が狙われてる。息子として正直心強いよ。ありがとう。取り合ってもらえない様子だった。明日からまた動いてみよう。気をつけて。ああ、今日のところは事務所に戻るか。事務所へと戻ってきた。中に入ろう。ライアンに忠告をし、レオも協力してくれると言った。明日からまた動いてみよう。気絶するように眠りについた。そして次の日の朝を迎えた。一本の電話が入った。朝か。こんな時間に誰だ。はい、神宮寺京介探偵事務所。ミスター神宮寺。私だ。バニスタ。感じるのだ。エルガートが。なんだって。あ、そうだ。頼む、来てくれ。私は死にたくない。すぐに向かう。ああ、わかった。やめてくれ。おい、一体どうしたんだ。薄汚い人生は送らないことだ。殺されたくなければ。なぜ二人を殺したんだ。裏切り者には死を。メリッサは
リッサは無事なのか。大切なゲストだからね。もっとも残るは一人。命は大切にすることだ。くそ。俺は春に電話をかけた。あ、春か。エルガートに殺されたよ。なんだって。手配してみるよ。バニスター司祭の視察隊が発見された。まずいな。何としてでも守らないと。ニューヨーク市長だ。手を回しておくよ。相手はプロだ。無理だけはしないでくれよ。わかった、ハル。こちらも動いてみるよ。レオに電話してみるか。俺はレオに電話をかけた。はい、コリンズです。レオか。どうしたんだい。エルガートの手によって。そうか。あ、わかった。ちょっと待っててくれ。待ってくれ。お待たせ。レオ、悪いな。ミスミス死なせてしまった。くそ。焦るのはやめよう。ずっとは守れない。わからないと。いつ現れるのか。そうか、親父さんの予定わかるか。近日中にあるイベントとか。それならあるよ。視聴者で行うことになってる。それはいつだ。明日だよ。それだ。罠にはめるって。そうだ。親父さんに事情を説明して協力を仰ごう。いや、え、しっかりしてくれ。ああ、すまない。言ってる。ああいう父だからね。お前まさか親父さんをおとりにする気か。分かっているんだろう。万が一エルガートが目的を達すれば、俺たちの前から。そうなれば
メリッサの行方もわからなくなる。だが、これはあまりにもリスクが高すぎる。ダメだ、危険すぎる。この機を逃さないだろう。無駄死ににさせないでくれ。わかった。やるからには全力を尽くす。ああ、やれるさ。京介さんのために。そうだな。俺たちはニューヨーク市庁舎へとやってきた。親父さんはもう来ているのか。そのはずだよ。ああ、見るだけで圧倒されるな。ちょっと聞いてくるよ。ああ、頼む。レオ、どうだった？それがまだ出ていないらしい。執務室？おやじさんが危ない。あ、ああ、すでに舞台の準備が整えられていた。いやあ、来たね、エルカート。お連れは招待していないよ。退場してもらおうか。なんだと。レオ、すまない。ここは奴の言う通りにするんだ。わかった。父を頼む。ああ、わかった。大丈夫か？大丈夫よ。役者は揃った。あ、ようやく会えたね。犯した罪を告白しろ。一体何の話だ。話せないか。2発目はどうかな。大丈夫か。大丈夫よ。一体何の話だ。待て、エルガート。そうだね、舞台を進めないといけないな。これはどうかな。いや、違うな。退場してもらおうか。
いいだろう。そうだね。これはどうかな。そうか。そう、その通り。なぜ冴島の元を離れたんだ。離れるよう指示したのよ。そう願ってのことだった。実に美しい話だ。そう思わないかね。なぜメリッサを連れ出したんだ。いい質問だ。本当の悪意とは何なのか。本当の悪意。さあ頑張りたまえ。少し昔の話をしようか。かつて偽りの秩序。ところが別の悪意があった。誰かわかるかな。それが冴島。そう。これはどうかな。してもらおうか。くそ、こんなはずじゃ。こうして俺は何も真実を見出せないまま そうだね。これはどうかな。そうか。そう、その通り。なぜ冴島の元を離れたんだ。離れるよう指示したのよ。そう願ってのことだった。実に美しい話だ。そう思わないかね。なぜメリッサを連れ出したんだ。いい質問だ。本当の悪意とは何なのか。本当の悪意。さあ頑張りたまえ。少し昔の話をしようか。かつて偽りの秩序。ところが別の悪意があった。誰かわかるかな。それが冴島。そう。これはどうかな。冴島組を掃討する依頼か。そう、その通り。
ただの掃除屋さ。リストの3人がお前を雇ったのか。認めないだろうけどね。なぜそんなことを依頼した。内情には関係ないからね。君ならわかるだろう。偽りの秩序ごと過去を葬り去ろうとしたかもね。何だったんだろうね。そうそう、なんだい。お前は依頼人に裏切られた。なぜお前を裏切った。清算するつもりだったのかもね。証拠を抹消するけどね。でもさ、そうそう、だがやれやれ、出所せざるを得ない事情。なんだい。復讐したくなるような別の理由があった。そう、今回の一件はそれでよかった。ちっぽけな復讐。気になってしまったかい。これから明らかにしよう。自白にかかっているだろうけどね。シルバースノーの真実は。いや、違うな。どういうことだ。殺されてしまったんだろう。もしかしたら。何？どういう意味だ。お前じゃないのか。どうだろうね。さあ再開するとしよう。改めて聞こう。私は何も知らん。よし、わかった。息子の仇だからね。僕を殺せるだろう。殺してくれていいんだよ。お前の命に期限がついた。お前の頭を打ち抜く。分かっているだろう。だが本当に何も。あまり僕を怒らせるな。縮めたいのか。どうする。俺はエルガートに飛びかかった。それは反則だよ。俺は銃で撃たれた。薄れゆく意識の中で
改めて聞こう。私は何も知らん。よし、わかった。息子の仇だからね。僕を殺せるだろう。殺してくれていいんだよ。お前の命に期限がついた。お前の頭を打ち抜く。分かっているだろう。だが本当に何も。あまり僕を怒らせるな。縮めたいのか。俺はどうする。そうか。俺はメリッサに飛びかかった。ダンはそんなこと望んじゃいない。母親のままでいてやってくれ。進まないものだな。予定通りにさせてもらう。なんだ。残念だ。君は。おい、まだ死ぬんじゃない。最後に僕ではない。なんだと。おい、俺たちは全員視聴者の外に移動した。視聴者の外へと連れ出された。辺りは警察官で溢れている。避難完了してます。近づけんな。そこ踏むなよ。誰かが近づいてきた。怪我はないか。ああ、俺は無事だよ。レオは？事情を聞いてる。正当防衛か。撃ったと言ってる。どういうことだ。危機は去ったってこと。本当にそうだろうか。どういうこと。最後に俺に言ったんだ。僕では信じるのか。あいつを知ってるわけじゃない。だけど他に考えられないでしょ。行動していたんだろ。京介も安心して眠れるだろうって。レオが。レオが。
分かった。やるからには全力を尽くす。ああ、やれるさ。京介さんのためにも。どういうことだ。いや、それ以前からなぜだ。思い出せ、ニューヨークに来てからのことを。レオと何を話してきた。思い出せ、レオの顔を。俺は見落としていたのか。ずっと、はあ、俺は疑惑を確かめるため来たよ。すまなかったな。で、どうしたの？決着をつけよう。何の？お前が隠していることだな。話してみて。慎重に話さないと。お前は俺にこう言ったよな。京介さんのためにもと。そうだね、言った。その言葉に違和感を覚えたんだ。なぜ？エルガートじゃないかって考えていなかったわけじゃない。エリッサを救うためだ。犯人を捕らえるためじゃない。だから俺は。そう思うんじゃないかもな。レオに限ってそれはありえない。お前はしないだろう。どれほど大切かを知っているお前が気休めに口走るとも思えない。やはりお前は何かを隠している。やはり。そう、初めから。あ、まず最初の違和感。普通に考えれば。なのにお前は暗い表情に一瞬なったんだ。肩書きが全てじゃないさ。まあな。だがレオ、お前はタイミングよく俺の前に現れた。そう思っただけさ。お前こんなことを言ったよな。ダイダロスは見つかったって言ってないと思うけど。そんなこと言っていなかったら違和感はそこではないはずだ。お前こんなことを言ったよな。所長さん、早く回復するといいねと。俺、言ったかな。まだ何も話していなかった。まるで見たかのように語ったんだ。なあ、そうそう、聞いたんだ。俺も思い過ごしだったと思ったかもしれない。俺の違和感が徐々に大きくなっていったんだ。親父さんに会わせてもらったろ。妙なことをお前はしたんだ。
バニスタについて聞いた時のことだ。急にお前が。かばうように話し始めたんだ。思い出させようとしていただけさ。年を取ると。だがバニスターは死んだ。お前はある行動をとった。それは親父さんをおとりにしたんだ。どうしたんだ。同意しただろう。そうだった。違和感はそこではないはずだ。もう話はいいかな。それじゃ。あ、待てよレオ。連絡が取れなくなってしまった。日本に帰国することになった。レオのことも忘れてしまった。サブロー、このままでいいのか？俺は疑惑を確かめるため。来たよ。すまなかったな。で、どうしたの？決着をつけよう。何の？お前が隠していることだな。話してみて。慎重に話さないと。お前は俺にこう言ったよな。京介さんのためにもと。そうだね、言った。その言葉に違和感を覚えたんだ。なぜ？エルガートじゃないかって考えていなかったわけじゃない。メリッサを救うためだ。犯人を捕らえるためじゃない。だから俺はそう思うんじゃないかもな。レオに限ってそれはありえない。お前はしないだろう。どれほど大切かを知っているお前が気休めに口走るとも思えない。やはりお前は何かを隠している。やはりそう。初めからあった。まず最初の違和感。普通に考えれば。なのにお前は暗い表情に一瞬なったんだ。肩書きが全てじゃないさ。まあな。だがレオ、お前はタイミングよく俺の前に現れた。そう思っただけさ。お前こんなことを言ったよな。所長さん、早く回復するといいねと。俺言ったかな。
だ何も話していなかった。まるで見たかのように語ったんだ。なあ、そうそう、聞いたんだ。俺も思い過ごしだったと思ったかもしれない。俺の違和感が徐々に大きくなっていったんだ。親父さんに会わせてもらったろ。妙なことをお前はしたんだ。バニスタについて聞いた時のことだ。急にお前が、かばうように話し始めたんだ。思い出させようとしていただけさ。年を取ると。だがバニスターは死んだ。お前はある行動をとった。それは エルガートを射殺したと聞いた。だが俺はその時感じたんだ。わからないだろう。確かに緊迫した状況ではあった。お前の発言そのものがおかしいんだ。なぜならそのように言わなかった。本心から父親を助けたいとは思っていなかった。鋭いね。ただ違うかい。結果的にはそうだな。俺に一つ疑問が浮かんだんだ。疑問？ちっぽけな復讐とは何だったのかって。レオの親父さんも手にかけようとした。これってつまり、何らかの悪事に手を染めていた。そう考えるのが普通だよな。どうなんだろうね。エルガートは死の報いを受けるべき者のリストと、そう考えられるんじゃないか。そうなのかもしれない。俺にこうつぶやいたんだ。君のおじいさんを殺したのは僕じゃないと。だが俺の中で全てがつながったんだ。そう、殺したのはレオなんじゃないかって。京介さんのためにも、お前が何を隠しているのか、真実を知りながらも、いや、殺すことでじいちゃんが救われると考えるもの、それは別の目的のためにこの事件を終わらせたいと願っているもの、じいちゃんの死を目的の犠牲として考えているもの、そう、じいちゃんを手にかけた者の思考で否定してくれないんだな。否定？何が分かったって言うんだ。何？違和感を抱いているということだけだ。何が証明された？確たる証拠はないが。いいか、
意味がない。伝わってくるのはあくまでも何も言うつもりはないと。紛れもない事実だ。だがそれも何の罪も犯していないんだよ。お前がそんな奴だったなんて。必ずいい探偵になるだろう。楽しみにしているよ。それじゃ。まだ話は終わってないぞ。ああ、そうそう。殺害現場で拾ったんだ。役立てられれば幸いだよ。もう会うこともないだろうね。なんだこれは。おい、出ろ。行ってしまった。この封筒は何だ。じいちゃんの調査ファイルが入っていた。じいちゃんはぼんやりとだが突き止めていたようだ。じいちゃん、ここまでたどり着いていたのか。一体何をしようとしているんだ。じいちゃんの殺害現場を後にした。これはある町の悲劇の物語だ。小さな町に人の思惑が交錯し、たくさんの言葉が吐き出す。やがてそれらは積み重なり、別の意思を持った。町は悪意に絡め取られ、人々はそこに取り込まれ落ちて。エルガートのターゲットとなった3人はかつてのシルバースノーで、それぞれの立場を利用してマフィアと関わってきた者。マフィアと寄り添うことで得られる偽りの秩序。しかしそれは日本人や3人は自分たちの関与の痕跡もろともその過去を消そうとか。掃除やエルガートに依頼し、そして彼をも裏切った。彼らの誤算はその先、ダイダロスの過去を蘇らせてまで復讐しようとしたエルガート。そしてに気づき、自らの立場と言葉で告発しようとしたレオ。絆を信じようとした者、絆を否定したかった者、もたらそうとしたもの。なぜあまりに愚かでいびつすぎる過去の清算が、そのことが悔しい。これはある町の悲劇の物語だ。闇はいつも俺たちのすぐそばに広がっている。憧れだから、きっと無意識に差し伸べられた誰かの手を取り歩く。だからもう神宮寺さん、今日立つことにしたんだ。そうですか。一生後悔するだったよな。もう悲しむことにも飽きたしな。神宮寺さん、
また会うことになる。そんな気がしています。かもな。また会おう。あんたが笑い方を覚えた頃にでも。ひどいですね、それ。じゃあな。空港へとやってきた。わざわざ来てくれたのか。あれ、ベンは？来ない。呼んでない。私、嫌なやつだ。どうしたんだよ。私らしいって何よ。いや、そういうことじゃ。何泣いてんだよ。何でもない。ありがとな、アビー。お前のおかげでじいちゃんと向き合えた。うん。また来るよ。今度は一緒に酒飲もうな。サブロー。好きだよ。知ってる。バカでしょ。だな。バイバイ。帰るから。生きてさえいれば。置き去りにされた言葉たちは喧騒に紛れ、誰にも気づかれることなく、誰にも届くことなく、しかしどんなに小さくていびつで消えかけでも、誰かの手を取るために。それがこの町の探偵の仕事だ。俺はタバコに火をつけた。